はい、玉根園著名人研究家の尾村です、えー、今はですねこちらに来ております18区でございます18区に来ておりますこれからですねお墓参りに行くところは木戸昌次郎さん木戸高松さんのお墓参りに行きたいと思います木戸光一さんもいますこの方々あの明治の維新の元訓として 西郷隆盛大久保利道とともにですね維新の三月の一人に数えられる桂小五郎さんこと木戸高吉さんの、えー、その養子となった方々でございますそのご子孫さんでございます、えー、今回はですね、えー、まず最初にこの木戸昌次郎さんと木戸高政さんまあこの桂小五郎さんこと木戸高吉さんの養子になられたお二人まあ甥っ子でもあるんですね もともとこの桂小五郎さんの妹さんの、えー、お子様二人ということになりますねその方々の紹介をまず最初にしたいと思いますその後にですね、えー、その木戸高正さんの、えー、ご長男で、えー、お子様、えー、区内政治家として活躍されました木戸光一さんも眠っておりますので、えー、木戸家をですね動画二回に分けて紹介したいと思いますまずは木戸翔二郎さんと木戸高正さんのご紹介です お墓はですね、18区一種三側でございまして、もうここがですね、はい、18区一種三側でございます。そして、もうここの隣がですね、はい、木戸家のお墓になります。はい、まず最初にですね、木戸庄次郎さんのご紹介をしたいと思います。えー、木戸翔二郎さんはですね、 えー、明治期の家族でございまして公爵を、えー、助釈された方でございます、えー、この桂小五郎さんこと、えー、木戸高義さんの、えー、まあまず最初に養子になった方ですね、えー、長州出身ですまあ現在の山口県ですねそして長州藩市勤納、えー、派の黒原良造さんと春子さんの次男として お生まれになりました。この春子さん、お母さんの春子さんがですね、えー、桂小五郎さんの妹さんになります。ですので、えー、おいっ子さんですね、おいにあたるんですね。そして慶応2年1866年5月18日にですね、桂小五郎さんのえー、はですね、お子様に恵まれませんでしたので、えー、5歳の時にですね、えー、叔父にあたるこの北条次郎さんがすると叔父にあたる桂小五郎さんの養子となりました。 そして桂田昌次郎とまず称します、えー、明治維新後ですね勝田、えー、小五郎さんは木戸高吉と、えー、改名しましたので姓、えー、をですね木戸としておりますはい。そして、えー、1871年明治4年の2月23日ですね大倉省に出資されまして、えー、造兵寮 事務就業のため、えー、豊原百太郎さん、岡本敦さん、児玉勝之助さん、山口武さんと共にですね、イギリスに留学を命じられてイギリスに行っております。でその地で勉強してですね、1875年明治8年の5月1日にイギリスから帰国されました。その後、第一大学、東京英語学校加藤課に入ってですね、そして翌年卒業もされております。 1877年、明治10年の5月26日に、お父,、えー、父であって養父の,、えー、この木戸孝義、えー、さんがですね、えー、お亡くなりになりました、京都にて病没されました。ですので、えー、同年の8月7日、16歳の時に、この木戸庄次郎さんが木戸家の家督を相続し、翌年より家族に劣せられました。 1880年、明治13年3月17日にですね、ドイツ留学を許可されて、えー、ドイツに行ってですね、ベルリンの兵学校で、えー、学びます。そのドイツ留学中にですね、えー、1884年、明治17年の7月7日、家族礼の制定によって、公爵が授けられました。まあ、これによってですね、えー、帰国することになりまして、同年の10月28日に、えー、帰国の途中、 正論島付近の船中で、えー、肝臓病のために、えー、急死されてしまったわけですね。亡くなってしまいました。去年は二十三歳でした。正五次郎さんのですね。この急死に伴って、木戸家の相続人がいなくなってしまいましたので。同年十一月十八日に、実のお兄さん。栗原彦太郎さんが、えー、木戸家の相続人となってですね。そして、二十日に。 えー、木戸孝政と、えー、改名してですね、えー、そして家督を継いでそして公爵も執着されましたはいこのようにですね、えー、木戸庄次郎さんが、まあ、桂小五郎さんことですね木戸孝義さんの、えー、家督を継いでですね公爵に劣せ、えー、られたわけなんですが、えー、すぐにですね、えー、急遽急に亡くなってしまった ことにもあってですね、えー、お兄さん庄次郎さんのお兄さんにあたる、えー、この喜多高政さんがですね喜多、えー、家の家督を相続するという流れになりました。続きましてですねこの喜多高政さんについてですね、えー、ご紹介をしたいと思います。木戸高政さんはですね明治大正期の東宮侍従長として活躍されました。宮内公文官でもあります。 そしして公爵を、えー、引き継ぎました翔次郎さんと、えー、高松さんはですね、えー、兄弟でございますので実の兄弟でございますので勝田小五郎さんこと木戸高義さんにから見ると甥いっ子にあたりますだから、えー、高松さんからするとおじさんですねおじです木戸高正さんも長州の出身です山口県の出身でございます そして庄次郎さんと同じですね長州藩士の勤労派黒原良造さんと春子さん桂小五郎さんの妹春子さんのご長男としてお生まれになりました9名はですね黒原彦太郎と言います木戸家に行きまして木戸高政と木戸家の養子になって木戸高政と名前を変えております えー、なおですねこの黒原彦太郎時代の話をちょっとしたいと思いますまだあのー、木戸家に行く前ですね、えー、行く前はですね1871年、えー、アメリカに留学をされておりまして1874年に帰国して開成学校に入りました同じくですねアメリカから帰国した平岡博さんの誘いで大久保利道さんのお子様である 大久保利仲さんと牧野信明さんらアメリカの地でですねベースボールを見知っているメンバーを集めて日本最初の野球チーム新橋アスレチッククラブの結成に参加されております初めての野球チームですね日本にここに参加しておりますなおですねちょっと補足で日本に初めてベースボールが伝わったとされているのがその新橋アスレチッククラブの 結成の2年前、1872年の明治5年、帝国大学の前身である第一大学、第一番中学区で、アメリカ人教師のホーレス・ウィルソンさんが学生たちに教えたのが最初とされております。その2年後にですね、この広岡宏さんらを筆頭にした仲間たちで、新橋アスレチッククラブというのが結成されて、そのメンバーにいたということですね。 えー、その後はですね、東京帝国大学理学部、えー、大阪専門学校を修了してですね、えー、1882年の明治15年山口師範学校や山口中学校の教師になりましたまたですね定信局族になってですね、えー、農商務省の御用係、えー、狩猟官などを務めておりますちょうどこののの頃にですね、えー、弟郎 昭次郎さんのところでも話しましたが1884年の4月7日に明治17年ですね木戸昭次郎さんが公爵を除釈したわけなんですがその同年の10月28日に急死されてしまいましたので急遽お兄さんのこの高松さんがですね木戸家を相続することになりましてそのような流れになっていくということですね公、まあ、爵になりましたので以降はですね1902年東宮侍従長 えー、四季武漢と、えー、なっておりますそして1908年からは区内古文館を歴任されましたまあざっとですね庄次、えー、郎さんと高政さんのご紹介をさせていただきましたちょっとこちらの墓石のですね、えー、この木戸家のお墓,墓のですね左側に墓紙があるんですね ちょっと見えづらいかもしれないんですが、えー、こちらにですね、まあ、ざーっと刻んでおります、俗名の方を見ると、翔次郎さん、いますね、そして翔次郎さんの、えー、隣の隣、左隣に高政さんもいらっしゃいますね、そしてずっと並んで、えー、こちらには木戸孝一さん、浩一さんの奥さんで鶴さん、いますね、はいいらっしゃいます。 刻まれていますちょっと木戸家のご家族のことにも触れたいと思います、えー、あ、その前にですね、この桂小五郎さんこと木戸孝義さんはですねこちらのお墓ではなくてですね、えー、京都市の東山区にある五穀寺にお墓がございます えー、木戸翔次郎さん以降の、えー、方々がこちら多摩霊園の木戸家のお墓に眠っています翔次郎さんは若くして亡くなってしまいましたので、えー、この木戸高正さんお兄さんの方がですね、木戸家を相続して、えー、そして戦災の高正さんの最初の1番目の奥様がですね、佳子さんと言います。 このよしこさんはですね、ええ、桂小五郎こと、この木戸孝義さんのですね、唯一の実子でございました。唯一のお子様ですね。えー、そして、その高政さんと結婚して、えー、したんですが。18歳の若さでですね、えー、このよしこさん、亡くなってしまっております。もちろん、お子様はいらっしゃいませんでしたので、えー。これによってですね、この桂小五郎さんこと木戸孝義さんの、まあ、血筋というのは、一応。 まあ一旦断絶しているような形ですねただまあ高松さん自体がですね、えー、この桂小五郎さんの妹さんのお子様でございますのでそちらの系統で続いたということですね、えー、早くに、えー、最初の奥様よしこさんを亡くされてしまいましたので高松さんは5歳にですね末子さんを迎えておりますその末子さんとの間にご長男の木戸光一さんが誕生されているます えー、なお、えー次男、次男はです、ねえー、正家の和田家を継いでですね、えー、名前を和田に変えておりまして和田コロクと名前を変えております。この和田コロクさん、このえー、小木戸浩一さんの弟ですね、和田コロクさんは航空機工学の経緯として活躍されまして、実は多摩レーンにお墓があって、すでに動画も上がっております。 樹白一種一側二番でございまして、この木戸家のお墓のですねこの道沿い、この道沿いのすぐ、ちょっと見えるんですけれども、その道沿いの端っこの方にですね、えー、左手側のところに和田家のお墓もあって、ですねこちらがもともと田小五郎さんの生家ですね。生家です 清家の和田家を継いで、えー、和田鼓録と名前を書いて、えー、継承しているとこのように玉の玉ンにはです、ねえー、この和田家のお墓もございますそちらはそちらの動画上がっておりますのでぜひご覧くださいではあの一旦ですね、えー、木戸庄次郎さんと木戸高松さんのご紹介させていただきました次の動画はですね、えー、この木戸高松さんのご長男 えー、区内政治家としてですね、えー、太平洋戦争でもですね、えー、ちょっと裏の場面で相当活躍されております木戸光一さんを紹介したいと思います、えー、ここで一旦あのお墓参りをしたいと思います えー、木戸家のお墓参りをさせていただきましたまずこの最初の動画はですね勝田、えー、小五郎さんこと木戸孝義さんの養子となった木戸昌二郎さんと木戸孝政さんのご紹介をさせていただきましたでは次の動画はですね、えー、その木戸孝政さんの、えー、ご長男木戸孝一さんの紹介をしていきたいと思います一旦以上でございます